おさらぎ二郎記念館は、神奈川県横浜市中区山手町113番地に、ある作家、おさらぎ二郎の記念館である。港の見える、丘公園に隣接した位置に所在する。設計は、浦部静太郎による。おさらぎ二郎の没後、遺族より、蔵書や愛用品などの寄贈を受けた横浜市がそれらを、収める施設として、おさらぎ二郎の作品、無敵や、奇境の舞台となった。 横浜市の山手に記念館を建設1978年5月1日に開館した。記念館はアーチ型の屋根と赤レンガが特徴的な2階建ての建物で、館内にはおさらぎ二郎が収集した文献や雑誌、執筆のための素材や愛用品などおさらぎ二郎に関する様々な資料が展示されている。近年では毎年3月上旬の土曜に、 おさらぎ二郎賞受賞者による講演が行われている。建築はフランスとおさらぎ二郎をイメージし、1階の階段ロビーには建築の七、明かりをイメージさせる猫が遺品から選択された。1979年には建築業協会主催の第20回 b c s 賞を受賞している階段部分のホール鎌倉にあった自宅のベッド、本棚で再現した。 書斎検診室横浜市文化観光局横浜市文化施設 AB 田村明都市横浜を作るマイナス実践的まちづくり手法中高新書1983年189から192ページ ISBN4 から12から10万 678X2014 年度に関しては同省選考委員である川本三郎が講演を行った 呂部健太郎、おさらぎ次郎記念館、新建築第53巻第3号、新建築者、1978年6月、178から181ページ、第20回受賞作品、おさらぎ次郎記念館、建築業協会、2020年6月18日閲覧、全国文学館ガイド、全国文学館協議会編、P25、 おさらぎ二郎記念館30年の歩み、おさらぎ戦書第17号、おさらぎ二郎記念館2009年3月3から33ページ、一瞬1347から2186。ありがとうございます。